はいえー、ホワイトベース、館内放送でございますね。はい <laughs> 皆さん、あのー、喉大丈夫ですかあ変なあウイルスに感染してませんでしょうか僕はね、ちょっとね、乾燥からなのか、まあ、それとも風邪なのか、ちょっと分かんないんですけども、だいぶですね、咳が出ますね、朝とかね。うん。え、年ですか年ですか年伝説ですかはい、えー。まあ、そうかもしれないんですけども。えっ、ー、とですね、バイク人。はい、バイク人。 えー、新しい最新号のですね、えー、64ページに僕が出てます。はい。あんまり近くで見せられないです。はい、こういうのね。こ、ま、れね、難しいんですよ。なんかあのー、そう、雑誌をね、載ってるやつを紹介こうしようと思っても、こう、な,なんだ、こう、著作権っていうのがあるんですよね。だからね、あんまりこう、内容がわかるんで、ブーってやるとですね、えー、まあ、ちょっと怒られるっていうのがあります。ちょっと怒られるだけで済んでるけどね、今んとこね。 うん、まあ、あの、そういうもんなんですよ。はい、そういうもんなんですよ。ね、で、えっ、ー、と、あのー、まあこ、今回ですね、えー、取材いただいたので、あのー、まあ、僕がどんな風にですね、動画やってきたかとか、あのー、なんか、若干、その、本音の部分でですね、えー、語ってみたあ内容になってます。はい まあ、いつも動画見てらっしゃる方からしてみたらですね、あの、なんだ、いつも言ってることじゃんかというふうに思われるかもしれないんですけども、あの、改めてですね、こうやって記事になってる二宮をこう見てみていただけると、若干楽しんでいただけるかなと思います。で、 ま、元ブログ入門ということで、元ブログのやり方が書いてあったりとか、あの、元ブロガーの人たちが紹介されたりします。え、ま、この、扉のイケメンは田崎晋也さんですね。えっと、お目にかかったことがある、は、あります。はい。あの、ギターを弾いてるお兄ちゃんですね。ギターを弾いてるお兄ちゃんでいいのかなうん。いや、あの、僕もね、なんかこの業界入って、 だいぶ経ちますけど、もう割とね、いい感じにおっさんポジションを獲得してきたんじゃないかなって思うんですよ。ね。だからその若いね、あの元ブロガーの人たちに対してね、若干こう大人数吹かしてもそろそろいいんじゃないのってね、思ってるんですけどダメですか <laughs> ダメですかね。ファンの方に失礼っていう。はい。えっ、ー、と、こちらですね。あ、全然画面が映ってねえな、これ。<laughs> ちょっとね。<laughs> ディスプレイを 4K に変えてからというものはですね、もうなんか、あの、非常にこう、おこ,んこんなもんかなこんなもんだおし、来たはい。非常にこうね、映しづらくなってるっていうのがありますけども。はい。えっ、ー、と、バイクのローゼチャンネル。これ、田崎さんのチャンネルですね。はい。やってらっしゃいます。はい。よし、登録しておこう。えい、登録。はい。ね、こんな感じです。 はい、で、あ、いきなり画面がめっちゃちっちゃくなったな。で、あのー、いろんなですね、えー、元ブロガーさんのチャンネルをですね、えー、紹介してます。ちょっとね、せっかくだから画面出そうと思ったんだけど、すごい映りがちっちゃくなっちゃう、これ。ごめんなさい、元ブログ、ブログ主の方。あの、悪気はないんですけども、ちっちゃくなっちゃう。ね、あのこちらの。 もう,もうね、片っ端から登録しておこうかな。トラフィックシグナルさん、チャンネル登録、よし。マッドライダージャパンさん、チャンネル登録、よし、はい、レブルチャンネルさん、チャンネル登録、よし。よしはいレブルチャンネルさん、お目にかかったこと、あの、何回もあるんですけど、何回か、何回もかな、何回かあるんですけど、あの、なんだこれ、な,なんだこれ。 すみません。変な、えっ、ー、とね、そう何回かあるんですけども。レブルチャンネルさんね、あのー、レブルじゃないのに乗り換えることはできるのだろうかと、おぉ、いうのを若干、うん、心配しております。<laughs> 何が心配だって。<laughs> いろんなバイク乗りたいじゃないですか。はい。ランページモンキーキンさん。はい。チャンネル登録しておきます。はい。ランページモンキンさんも存じ上げてますよ。オイルア・ランナーさんですね。初めて私、開かせていただきましたけども。<laughs> 登録させていただきます。はい。次。はい。こちらの方、青旅さん。はい。チャンネル登録させていただきます。はい。なんか、北海道行ったみたいですね。年越しツーリング。今年のやつかなうん。行かれたみたいですけども。北海道の年越しツーリングにバイクで、えー、行かれるなんて、なんて行かれた人なんだろう。はい。えー、人のこと言えませんね、私ね。はい。<laughs> いや全然悪気ないダジャレですよ。今のはね。もう本当に。えー、すいません。はい、アスパラさん。はい。こちらの方は元ブロガーさんですね。チャンネル登録しようよし。ミーライダーさん。こちらもチャンネル登録しよう。こちらの方はね、僕何回か見たことあるような気がします。ピンクが好きな人でしたっけ違ったらごめんなさい。こちらの方。アンルーフさん。ね、皆さん、なんかこう、かっこいいロゴがあったりとか。 なんかあそうそう、このサムネはね、見たことある。あ、出てこない。出てこない。冬のバイクミニマムソロンキャンプの限界っていう動画ね、これね。これはね、ちょっと僕、あの、見たことがありますね。サムネで上がってきたから。で、次の方。晴れのちバイク TV さんですね。よし、チャンネル登録しとこう。次の方。 小川チャンネルさん。あ、これはあのプロライダーの方ですね。こちらのお動画もお、えー、時々ですねあの、トップに上がってくるので、拝見してます。はい、チャンネル登録しておきます。はい。青木、青,青木さんってこれ、プロライダーの青木さんですかね。あの、書いてあった。はい。青木、なんて読むんですかすいません。僕ね、あの、あ明るくなくて。 申し訳ないんですけども、えノブアツさんっていうのかなはい。チャンネル登録。あんまり動画はそんなに上がってないみたいなんですけど、あ、上がってた。結構上がってますね。はい。すみません。上しか映ってなかった。チャンネル登録させていただきます。これ先ほどの、はい。これトップの方に、あの、ページの雑誌の方にいらっしゃった。オイール。 ウィーリー元ブログさんですね。ね元ブログの部って V なんですね。僕知らなかったんですけど。B じゃないんですね。なんでなんでしょう。あの、前言ったかもしれないですけどもね、ブログっていうのはウェブログの略なんですよ。ウェブログ、つまりウェブだから B のはずなんですけどね。V になってるんですね。えリンコズ元ブログさんですね。こちらの方も雑誌にドーンと出てましたね。チャンネル登録させていただきます。はい。 じゃあ、ライターズリトルプレイグラウンドさんですね。こちらもお結構雑誌の方にはバーンと出ましたね。よし、登録しておこう。はい。というようなあ感じで、えー、まあ、二宮今何やってるのっていうふに <laughs> ずっと思ってた方いると思うんですけども。えっ、ー、とですね、とにかくその元ブログっていうのを、まあ、 一般の人もですね、えーまあ、どんどんやってくれたらいいなっていうのは僕も常々思ってます。はい、なので、えー、今回ですね、こちらのそのバイク人さんの方も、あ,のあんまりこう数字がね、バカバカ出ている人じゃなくて、あのまあ、それよりも少しこう、 普通に普段楽しんでいる方っていうのをにフォーカスを当ててっていう感じらしいです。はい。なので、えー、と皆さんもですね、あのー、まあ、元ブログってね、そんなに難しい話じゃないと思うんですけど、あのーね、YouTube の動画あの絶対数の中ですね、バイクものがですね、あの楽しいバイクものがいっぱい増えたら、まあ、僕もいいなと思ってますので、はい、興味がある方はですね、読んでみてください。で、あの、バイク人らしくですね、えー、他にもそのツーリングとかですね、そうしたことの記事、 書いてありますので絶景ロードとかですね、僕は時々バイク人さんは買って読んでるんですけども、今回載せてもらったのをきっかけにです、ね、年間購読させていただくことになりました。はい、皆さんもどうですか えー、私元ブログやってんのに紹介されてないよっていう人も当然いると思うんですけども、はい。そういう人はですね、僕のこの動画の下のコメント欄のところにあの宣伝書いておいてください。はい。あの URL 載せると弾かれますからね。はい。あの名前書いておけば自分、あの自分のコメント書けば名前のところから辿れるはずなので、はい。あの書いてみてください。で、こっから先は全然関係ない話なんですけども、僕がね、最近注目している元ブロガーの人がいるんですよ。この人すげえなっていう、 伸び方してる、その、まあ、元ブロガーって言っていいのかね、でバイクのことやってくれた元ブログってっゃ呼んじゃいますけども、元ブロガーの中で、ね、超新生がいるんですよ、紹介してもいいですか、全く何の許可もなく、いきなり紹介するんですけども、こちらの方です、はい。なんで、キャブヘイライドオンさんですね。この人、やばいですよ。なんだか知らないけどあの、チャンネル登録者数の伸び数が、あの、ものすごい伸びてます。30.9 30. 万人。はい あっという間僕なんか抜かれそうですよね。もう、ぜひ、抜いていただきたいと思います、えー。下ネタじゃないぜ。抜いていただきたいと思います。はい。大事なことだ、ね、2回言いました。もうね、再生数がすごい。もう、あの、43万とか、ちょっと切れちゃってるけど、ここね、あの、63万、72万とか、 あのー、僕なんかね、一生懸命そのやった動画が何年もかけて、ようやく100万再生に行ったとかで喜んでたところなのに、こちらの方なんかね、もうあれですよ、3か月前の動画で169万とか、このアマゾンの寝袋キャンプ、アマゾンで激安の寝袋テントタブでキャンプしたら、110万回再生とかね、すごい数字いってますよね。はい 僕はね、あのーそう、たまにね、こう話題に上がってくる、話題というかその、おすすめに出てくるやつをですね、えー、クリックするだけなんですけども、あのもう一つのチャンネル、犬チャンネルの方は全然バイクと関係ないことやってるのにもかかわらず、このキャブヘイライドオンさんはですねプッシュされてくるっていうね、すごいですよ。YouTube からもらった銀の盾でステーキを焼くって、銀の盾を燃やしてますからね。はい、なんてやつだ。もう まあ、バイク以外のこともやってらっしゃるようなんですけども、この人はね、あの、すごいと思う。はい。あの、バイク、バイク業界って言えば、まあ、僕か、勝手に入れちゃってますけども、現れたですね、もう超新星ですよね。すごいわ。もう、どんどん伸びていっていただきたいです。はい。どなんか、こんな言い方もあれですけど、僕なんかね、あっという間に抜かれるでしょうけどね。 すごいよなこの短期間でバイクカテゴリーでこの短期間で伸ばす短期間で数字伸ばすってどれだけ大変なことかすごい大変ですよだって僕も長年やってますけども2008年から始めているんですよ僕2008年からやってようやくう34万3000人ですよそれなのにさっきの,あのキャブヘイライドオンさんはあのー、もう多分ね初めてす1年 経ったのかな一年た経ってないかもしれないんですけど、ね、そんな中でもうね、あっという間にあんな数字いっちゃってますよね。まあまあまあ、一年経ったってごめんなさいね、あの、最初の動画を拝見してないんであれですけども、ね、なので、あの、バイク業界だから、バイクの世界だからって数字が伸びないっていうわけじゃないので、元ブロガーさん、ね、あの、面白ければ伸びます。はい、面白ければ伸びるので、ぜひ。 皆さん、興味持ったら、ね、自分のとっておきのネタを投入して、えー、やってみるのがいいんじゃないかなと思います。はい、よろしくお願いします。何がだけど <laughs>、とりあえず、バイク人ですね、はい、今月号発売になってますので、はいえー、ご購入の方、されてみてはいかがでしょうか。そして、えー、年間購読申し込み、あるのかなあるかもしれない。どっかに書いてあるかもしれない。うん、年間購読もうしてみたらどうかなと思います。はい えー、というわけで、えー、バイク人出版されて、えー、いらっしゃるですね。エイ出版さん。はい、えー。今回どうもありがとうございます。